ラジオ大好きということは今もって変わらなくて典型的なラジオ人間もうドマイナーな曲ばかり本当にはちゃめちゃなんですけども結構言いたい放題言ってますはい和田秀樹チャンネル和田秀樹ですえっ、ー、とまあ私中学高校時代、えー、深夜放送ファンでしたまあそのせいで勉強がろくにしなくなってそれで思いっきり成績が下がり それでさすがにラジオを諦めて、まあ受験勉強法を工夫して、まあ大学に受かったという経験があるわけですが、やはりラジオ大好きということは今もって変わらなくて、車に乗ってる時もいつも AM ラジオをつけてます。FM がね苦手で、それからあの深夜放送を聞いてた時に一つの特色として英語の歌が嫌いで、日本語の歌ばっかり聞いていたというような。 感じのですね。典型的なラジオ人間ということなんですね。えっとまあ、そういうわけで、そのラジオ人間である。私はずっとラジオのまあ、昔で言うと、このディスクジョッキー今で言うと、このパーソナリティになりたいということを願い続けてきたわけですね。それでやっとその夢が今年になって次々と叶っています。実はこの4月から、えー、新しい。 ラジオ番組が2本始ままってます一つは文化放送がですねあのこの4月に大幅な改編をやって大人の本音を伝えるラジオになろうということでそれで長野智子さんの、まあ、番組が始まったり、まあ、しているわけですけどもその中の一環として私が土曜日の28時から28時半これは まあ、日曜日の朝の4時から4時半と言っていいと思うんですけども大大人大人世代応援ラジオという番組を始めましたで、まあ、この番組一度聞いてもらったら1,000曲全部私がしているわけですけどももうドライナーな曲ばかりこの間はですね私がリクエストした曲が文化放送の膨大な、まあ、レコードとか CD のライブラリーの中に入ってなくてですね 私が泣く泣く諦めて、そして今あのヤフオクとかいうやつでですねレコード番組入手して次の回か次の次の回にかけてもらおうかなというふうに思っているぐらいですね。ということでドマイナーな曲がかかりそして、まあ、YouTube 的な健康話なのかそれとも私の本音が出てくるような、まあ、番組時事ネタもやると。 でもちろん、えー、ちゃんといろんな投稿がいっぱい来るようになったらそのご質問にお答えしたり場合によっては人生の悩みにお答えしたりするということをやろうと思っております。ということでまあそういう深夜放送のパーソナリティデビューしかもアシスタントは文化放送の一番、まあ、私は大好きな女性アナの、まあ、水谷加奈さんという方がやってくださって。 えー、とてもいい仕上がりになっている番組あついでに主題歌を藤岡藤巻さんがやってくださいます藤岡藤巻さんというのはまあポニョ大橋のぞみさんと一緒に歌ったことで有名で、えー、藤岡さんは CBS ソニーのレコードプロデューサー元それから、えー、まあ藤巻さんは白宝堂にいらっしゃって ジプリのプロデューサーサをずっっとやっておられた方ですけども我々深夜放送世代からすると藤岡藤巻というのはもう一人尾崎っていうのがくっついて「マリちゃんズ」というまあこれはブスにはブスの生き方があるとかですねかなり過激な歌を歌っていたグループだったんですけどもまあ彼らがまあ作詞作曲そして一部作詞和田秀樹という形でしかもこの主題歌私も 歌っていいるというもう本当にはちゃめちゃなんですけどもテーマソング「恋性大人」という歌ですね私の別の姿が見れると思ってですね是非聴いていただければと思いますそしてもう一つ、えー、私あの実は四国の香川県にはとてもまあなんだろうな思い入れもあるし香川っていうのはまあどういうわけか相性がいい県だと思ってます。大体あの地方にに行くと1県に1つ まあ新聞があるわけですよねだから香川県だと四国新聞とかね広島県だと中国新聞とかさ長野県だと信濃毎日新聞とかそういうのがある中で、まあ、四国新聞でずっと連載をさせていただいてたんですけどもそして5月からかな四国新聞で人生相談を始めるというような相性のいい県なんですけどもその中で香川県に本拠を置き岡山県でも聞けるラジオに まあ、えー、西日本放送 RNC ラジオというのがあります。この西日本放送の毎週火曜日12時35分から13時、和田秀樹尾崎明日香のラジオの壁という番組が始まります。でまあここでもですね結構言いたい放題言ってます。ということでラジコというのがあってエリアフリーを使えば全国で聞けるのでまあぜひ聞いてほしいと思います。でもう一つ。 実はねこの、えー、西日本放送のプロデューサーが、えー、聞いてもらうためにこの西日本放送で一番聴取率が高い番組のあとに持ってきたので12時時分かららの枠になったらしいんですねじゃあその前の番組何かっていうとこれが日本放送を、まあ、キー局としてですね 全国、まあ、30局以上でネットされてるんですかね「あのテレホン人生相談」という番組があるこれね実際今や永六輔さんがいなくなったりそれからあと「子供電話相談室」って昔あったんですけどああいう長寿番組が次々となくなっていく中で今おそらく日本で少なくとも民放のやる番組では最長寿番組で。 で結構14分も枠を取って人生相談としては非常に、まあ、重厚な人生相談だと私も思っているんですがなんとその人生相談が人気があるからその後ろにラジオの壁を持ってきてもらったんだけど私もですね大体1か月から2か月に1回このテレホン人生相談で回答者に選ばれました。ということで えー、私あの人生相談はまあまあやりたい仕事の一つだったんですけどこのテレフォン人生相談を12か月に1回それから、えー、1か月に1回だったと思いますけど東京新聞の人生相談が始まってそしてこの、えー、香川県の四国新聞の人生相談を毎週1回やることになってます。とということでもうこでもラジオ パーソナリティ人生相談回答者として新たにスタートを切った和田秀樹ですけどももし興味がある方私がどんな回答をするかあの僕もこの番組に出て初めて知ったんですけど「テレフォン人生相談」というのは全国ネットされてる代わりにラジコでは聞けるんですがラジコでその時間聞け損なってしまうと。 あのタイムフリーででは聞けないんですねこれプライマシーの問題とかいろいろあるんだと思うんですけどもということでそのタイミングで聞かないといけないという大きな問題がありますがまあいろいろ聞いて頂いければと思います。ということで、えー、ラジオタレントになった和田秀樹もぜひ注目していただきたいと思います。和、えー、和田田秀秀樹樹チャンネル和田秀樹でした